というわけで、我々顔選手権を見返す回 with まっちゃん。イエーイ。ちょっと、はいはい、盛りすぎじゃない？いやいやいや、あっちゃん話盛りすぎじゃない？若干盛った。いや、なんかあの場に行くと、うん、面白おかしくをこう積み重ねちゃうんだよね。そうね、うん、ちょっとやっぱ話が大きくなって、言うとあるあるなんですかね、この業界の。そうだね、なんか伝説を話すときにちょっと笑い欲しいから大げさに言っちゃうみたいなね。そうちょっと大げさに言っちゃったみたいな。ちょっとずつがこう広がっていくと、なんかあったかも、なんか、そんなんだったっけ。俺ローマ法王に会ったことないから。ローマ法王の電話番号知らないから。というわけで、まあ本当にチョコプラさんの悪い顔選手権を見させてもらって、うん、でも、うん、まっちゃんがいてすげえ助かったんですけど、うん、ちょっと要所要所ちょっと言いたいことがあるんで。そう、もう相席食堂的にちょっともう気になるとこあったらちょっと止めていきたいんで、ちょっと見返してもいいですか。もちろんもちろん。はい、じゃあ見返していきましょう、うん、どうぞ。オープニング変わったんだね。変わったよ。面白いよな、チョコプラ。バルカ選手権。バルカ選手権。さあ、今回はエグザイルアツシさんでございます。はい。が、なんとゲストに、まだ松さんを。これはまっちゃんがいてくれて、やっぱ助かりましたよ。いや、ありがたいな、そう言ってもらえると。ちょっと引き続いて、はい、どうかなと思ったんだよね。選手権のコメンテーターになっていただこうかなと思いまして、うんうん、どうですか今回アズさんワールドカップ選手権ということですけど、でもなんかまあチョコプラさんからこう、まあ、マスさんも言ってもらえますか、アズさんの回っていう話だったら、あんま想像できないんですけど、あ、まあ、あんまね、ちょっと怖いですから、ね、見た目そうですね、うん、まあいかつい感じはありますよね。だからそこをやっぱ生かしてくるんだろうなっていう。まあまあここはそうですね。そう、まあ、サングラスは下げなかったですけど、まああながち当たってますよね。当たってる。このままを行く、うん、これなかったね。確かにこれは必ずあるかなって。確かにそう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 、それあるかなと思ったんだけど、結構出たがりだと思うんですよ。そうなんす、そう出たがりで、いや結構あっちストップストップストップ、いや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 、結構好きじゃん。まあ、好きだわ。好きじゃない？好きだわ。うん、そう、あっちはこうやっぱお笑い好きだから。俺さ、ちょっとストップしてもらっていいですか。そうです。俺、松尾さんにお会いしたのを記憶が一回、うん、なんかお笑い芸人さんたちが飲んでる場に呼ばれたの。フルポンさんとか、はいはい、パンニャさんとかが、はいはい、集まって飲んでらっしゃる時に呼ばれて、結構ベロベロでその人と行っちゃったのね。なんかこう、うん、まあ、うん、ちょっと偉い人みたいな、うん、で、行った時にずっと俺記憶があるのが、フルポンさんとパンニャさんをずっと間違えて喋ってて、うん。失礼。そうそう、失礼。それはでもなんか向こうは、うん、なんかボケなのかって思ってくれて、いやいや、あずさん違いますから、俺ら違いますからっていうのを何回も俺は素で間違ってたっていうのは覚えてるんだけど、うん、もしかしたらそこにいたのかなって思ったの。ギャグっていうかボケてるみたいな、うん、だからそんな明るい人なのって多分その時なんじゃないかなっていう記憶ですね。でもあずしはやっぱイメージが違うんだよね。やっぱ物静かでとか、ちょっと見た目的に怖いとか、はいはいはい、でも実際はすごいさ、こう繊細でとかピュアでよく喋っても喋るし、そう、お笑いとかも好きだし、そうですね、またプライベートの感じとまた違うじゃん。確かに。なんか3人ぐらいキャラいるじゃん。アツシ、そう、エグザイルアツシがいて、はい、佐藤アツシがいて、あっちゃんがいる、あっちゃんがいるな。そうなんですよ、こういうキャラじゃないんでプライベートは。そうね。ちょっと続きいってみましょうか。そうです、めっちゃ明るかった、言ってくれてる。めちゃくちゃ好きですよ。うん、あ、でもこの辺のフォローは助かりましたよ。今日はこうセンターで、うん、はい、歌わなきゃいけないっていう責任感とかがずっとのしかかってた。そう、これはどうそうだもんね。ブランドというか、はい、で、やっぱこう卒業したことによって肩を荷がちょっと降りて、うん、ちょっとこうサングラスを外したところ、うん、おやおや楽しいぞって。これは悪意ある。はい、ちょっと悪意ある。ちょこれは、ちょおやおや楽しいぞなんて思ってない。肩のには降りたけど、それでや俺グループ辞めたから、おやおや楽しいぞは悪意あるね。その前からすなちゃんやってるし。まあやってるね、うん、やってんだけど、なんか辞めたからこいつ弾けてるんですよみたいな。ちょっと持ってみた。なるほど、うん、はい、まあ、じゃあそこは受け入れました。うんうん、はい、じゃあ続きいってみましょうか。多分ちょっとそれにちょっとはっちゃけすぎじゃないですか。ちょっとだいぶ気づき始めてる感じですかね。はあ、これは楽しみ。ちょっとこれ楽しみですね、うん、どういう感じで仕上げてきてくれてるのか。そうですね。じゃあちょっと見てみましょうか。じゃあ淳さんの悪い顔まで、はい、どうぞ。
これさ、緊張するね。でしょ。なんかどういう風に言ってくれるのかなみたいな。あ、そっちね。うん、あ、逆に。いや、ちょっとストップ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 。いや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 。もう私服ね。いやいやいや。私服ね。あのフォローもありがたかった。これたまにだから、あつしこういうスタイルあるよね。あるんですよね。おしゃれするときとか、例えばちょっと飲みに行くときとか、うん、普段結構ジャージとかさ、はい、なんか、帽子かぶってとか多いじゃん。そうですね。本当にラフな状態が、うんうん、結構私服よねこれ。そう、結構私服。ちなみにこれは悪い顔選手権が公開オファーいただいたじゃん、うん、時にこれあるかって思って、うん、街中を車で走ってた時にショーウィンドウにあった あれいいって思って買ったやつだから。あ、そうなんだ。だからこれ用に買ったんですから。あ、そうなんだね。もう似合いすぎちゃっててさ、だからもう出番をウキウキ待ってたシャツがあのラックの中で。あ、これね。まだですかっていう、このそういうこと。そうですよ。これなんか、まあ、とあるビルの屋上なんですけど、たまたまスタッフが見つけてくれて。もうだって、葉巻捨てますね、これ。葉巻捨てます。ストレートプロ。これでも、あるんだよな。はい、ちょっと。これやりすぎ注意報めっちゃ嬉しかったんだけど、うん、なんかやりすぎてるって言ってくれたって、うん、よかったんだっていう。そう。これさ、もうこの企画自体がクオリティ上がりすぎちゃってて、いろんな人がやりすぎちゃってて。いや、まっちゃんもやりすぎてるよ。だからあの、もうなんか、ある程度、煽り運転ある程度やらないと、本当に普通になっちゃうんだよね。なるほどね。そう。まあでも俺これ普通だからね。だから普通なんだよね、意外とね。そう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 、うん、普段からこれなんで。これ今までいろんな方でやってもらいましたし、僕らもやりましたけど、うん、なんかもうここは皆さん下げてきたところ。これ嬉しいね。でも嬉しいっていうか、まあただ、まあ、若干私服もこんな感じです。まあね、さっきこういう話ね。あるね。じゃあナチュラルか。ナチュラルナチュラルナチュラルですね。この白いパンツもあるからね。うん、屋上かな。屋上です、これ屋上です。屋上さ、行ってみないとこんなさ、このグラフティーがあるの分かんないじゃん。グラフティーが分かんないね、確かに。なんかこれ、なんか変な SP みたいな人雇ってるもん。いや、これね、友達なんですよ。あ、そうなんだ。ちょっといいですか。友達友達で、いや、全然、普通に優しいやつなんですけど、背が高くてスラッとしてて、あの、昔グッチのドアマンとかやってたんですよ。へー、友達なんだ。友達なんです、こいつ。雇ってんのかと思った。いやいやいや、そういうのいいやつです、ただの。なんかそのね、反社の幹部なのか、幹部にしたらでもこんな感じ。確かにな、俺も何をイメージしてこれを着たのか。こんなとこ行かないとね。そう、これを考える方が大変だね。そう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 。俺はなんか悪きゃいいと思ってやってるからさ。こっちはね、やる側。やる方は。服装が逆って面白いね。見張りしてる。確かに、これは確かにと思った。うん、あれだよね、チャイニーズマフィアじゃないですか、これ。そう。で、ここに落ち着くわけだよね。日本のもの、うん、これで何を犯した人かっていうのを、ここで決めてくださいね。そう。それはもうチョコプラさんに委ねたってことで、俺はただただ悪い顔をしたっていう。うん。銃刀法違反なんだね、これね。そう。チャイニーズマフィア。悪いなこいつ。俺がその普通の外の人ってこう近づかねえもん。若干ステージから降りた状態もこの格好ですからね。ステージ衣装もあるよね、だから。まあ、ああいうのあるかもね。ドームに入るのに本番5分前ぐらいに入ってきて、えで、そのまんまステージに行って、え、歌って終わって降りたらそのまんま帰る。はい、ストップ。いや、あったじゃん。一番の問題はここです。いや、あったじゃん。一番の俺が物申したい枠はここですから。あったじゃん、これ。あったけど、これはなんか弁解させてもらいたいんですけど、代々木第一体育館の日だったんです。で、東京だからっていうことで、僕は美容室行ったり、ちょっとこう、マッサージの先生行ったりとかして、1時間前から30分前ぐらいに入る。うん、予定だったら表参道の道が原宿までの駅までの道がめちゃめちゃ混んで全然進まなかったの、うんうん、で結局5分前ぐらいになって「やべえ淳くんの?」みたいになったんでしょ。大丈夫っすか、大丈夫ってなって、ぴったり5分前ぐらい着いたの本当に、うん、当時僕メイクとかしなかったって坊主だったから、うん、サングラスかけて12分で着替えたら
で、気合い入れの場所に先にもいたんです。これずっと待ってもう逆にスタンバってますよっていう。そう、いや遅くないみんなと。もう始められますよと。こっちがこの辺からも逆転し始めてる。そうそう、うん、車で声出しもしてきましたよと、うん、なんならもう渋滞の中で、うん、でもうなんか10分後くらいからダーッとパフォーマーが集まり始めて、うん、あっ、アツシ君みたいな、アキラとか来て、うん、いたよみたいないたけど、いたけど何か15分押してるのは僕のせいじゃないですって顔していて、気合い入れして歌って、でそのまま帰るっていうのも汗だくで会場でシャワー浴びて私服に着替えても、うん、またどうせ帰ったらシャワー浴びたいんですよ。もうパッと衣装のまま出て、うん、着替えて、うん、それでこうゆっくりするなり、打ち上げがあった時は打ち上げるなりっていうスタイルだったんで。わかるわかる。 M ステの時もあったもん。あるある。衣装のまま帰る帰るっていうねキラッキラの状態でじゃっつってこう帰るっていうのあったよね。なんかずっとオンだときついのよね。まあそうだよね。オフしたくてスイッチ。じゃあ続きいきましょうか。衣装のまんまそんなことできない。すごくないですか。リハとか。リハとかはやらないです、あんまり。2 days 目、3 days 目。人聞きが悪いな。違う、ちゃんと言って2 days 目、3 days 目、そうですね。フォローしてくれて、大丈夫、大丈夫。それ決めちゃったら、やっべ、あそこ確認したいけどみんな5分前に来ると思ってるいや、ちょっと一回止めて。いやいや、確認したかったら行きます、ちゃんと。それは行くよ。5分前に行くっていうキャラにしてないから、別に自分でね。まあ、ちゃんとやってできるっていう状態でやってるってことだ。でもこれ俺ね、舞台の時にやっちゃう時あるの。むしろそっちの方がやりやすいの。わかる。俺、袖とかにいるのがすごい嫌だよ。緊張しちゃって。だからもう自分の部屋からそのまんま下に降りてって、ステージに上がりたいタイプ。あ、はい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 、わかる。そう、だから俺気合い入れとかも実はあんまりやりたくないタイプ。行くぞーみたいになった時にあーってやるじゃん、みんな。俺の時だ。そうそうだよね。逆に力抜いてるからそうそうそう。でもね、わかるんだよ、うん、それ人それぞれのステージに持っていく気持ちのモチベーションの上げ方ってあるよね。 うん、そこで上げすぎちゃうとライブの途中で息切れしちゃいそうな気がして。すごいわかる、うん、キャーとかわーでどうせスイッチ入るから中盤にピーク持ってくるぐらいですよね。そうなんだよ、興奮状態のね、うんうん。それは大事です。めちゃくちゃでもかっこいいんすよね。あ、ここありがとうございます。いやいや、かっこいいんだよ。ずっと来たよ。ちゃんとやってそのまんまのステージショーで車乗ってホテル帰るんですよ。吉本でいうハリケーンズ前田さんとみたいな。これいやいや、わかんないハリケーンズ前田さん、ちょっとすいません、調べておきます。参りましょうか。また出たぞ。また出たぞ。いますね。あ、ちょっと止めて同じ衣装いやシチュエーション変わったんだから違うので来んのかなと思ったら、あのさ、同じ衣装、結果的にさ、笑いに繋がってよかったけど、確かに皆さん衣装変えてる。でも変えた。いや、妙に服に目が行くじゃん。あ、逆にね。そう、分かりやすいからね。そう、うんうんうん、だからで、シチュエーション変わって2本目ってなったけど一緒かいっていうツッコミなんだよ、ね、これ、ね、なるほどなるほど、うん、ちょっと続き見てみます。続きで、うん、サムネに使われたやつですね、これ。一緒じゃん、もうさっきのやつじゃん。確かに気に入っちゃったのかな確かにさ、それ犯罪名をさ、疑いを考えなきゃいけないから、うん、そう、お二人にとってはきついよね、一緒の衣装だと。そうそういうことだね、うん、マジっすか。なるほど、そんなに。そうなんですよね。もう地でやってるんだ。地でやってる。次誰なんですか。友達です、友達ではない気がしますね。はい、じゃあ、まあ、やっと別の雇ってる、まあ、雇ったようなもんですね。来てって言ったんですから。まあそうね、うん、まあ、チャレンジマギアなんですけど、これだから日本の土地買いまくって買いまくって日本の山とか買ってありますね。山でなんかヤバい植物そうなんですよ、ヤバい植物なんかタイマーだったらまだいいやっぱ緑のシャツにこうインスパイアされちゃったのかな。山とか緑のちょっとあるのかもしれない、ね、植物みたいな。そうそう、あ、だから外来種とかもいっぱい入れてるね。外来種、あ、なんかそういう、うん、ワシントン条約に違反してる動物とかを。あ、なるほど、やっぱよく考えるよね。そうなんだよ、面白いよね。確かにそう見えてくる。パンダ売ってそうみたいな。パンダにも裏に利権があるんだみたいなね。そう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 、ありそうだなみたいな、うんうん、ちょ
パンダ作れるようになったってやばい品種改良してまあねこれちょっと見えるんだよねやっぱねそうこれでもほら現金持ってるからさバッグでさあこれの時そうそう結構大きめのバッグ持ってるからパンダを作ったお金をねあそういうとこにもつながってるのねつながってるのねまた来たよ あそこね車出てきたまただよ同じので来るのかあやすごいないやもうマフィアもうマフィアじゃん3つ目であのこれ順番決めてなかったんでいいですかちょっとこれ順番決めてなかったんで多分チョコプラさんのスタッフさんサイドがこの順番にしてくれたのがもう3段落ちっていうかあそう、ね、また同じかよで 3つ目でこれ持ってきてるのがちょっと助かりました僕これもうだって大ボスのマフィアや闇の人じゃんそうですね完全にそれをちょっとイメージしたんですけど、うん、なんかやっぱちょっと悪い顔選手権と趣旨がちょっと違ったのかなっていう感じはありました、うんはい、ああ面白いこれはあかん強いね、確かにいやこれはでも、まあでもちょっとあるなあるステージ衣装であるよねお出かけ、おしゃれするときにはちょっとやりすぎはい、ストップはい、ストップはい、ストップやりすぎなときあるじゃんこれは正直、あるあるでしょあの、急なさ、デカハットとかあるじゃんあるあのね、これはまっちゃんに、あるって言いたかったよう分かってるって言いたかったそう、なんでああなっちゃうんだろうな、俺ちょっとやりすぎちゃう時あるんですよだから、オフの時もオフじゃん本当にオフじゃん本当にオフですもうジャージジャージっていうさもうサンダルが一番楽みたいな、うん、そのオンオフすごいよねだから、オフにしすぎててオンになるとメーター振り切っちゃうみたいな、ね、そうだねステージ衣装になっちゃうみたいな、うん、この間がないんだね間がね、うん、ちょっと気をつけますねこれあるあるんあるやつですこれは、うん、はいこれ結構このモフモフの皮のこれ肩で羽織ったりとかはあるんですよあるんですよ ねすよごめんなさいこれあるジャージとかなんだでもまあやっとさすが分かってくれてるわけですよこの帽子とこのスーツの着方してんのも麻生太郎先生麻生さんすいません麻生さん失礼ですよ悪い顔選手権だね、麻生さんもう、笑っちゃった流れでね帰ってよかった帰ってよかった最後これで来るか結局、1個目、2個目のやつは、うん、の普段着があれで本当バチッと決めるときはこれってことなるほど、なるほどこれだからそのもう日本のジャパニーズヤクザの若頭でさっきのチャイズマフィアと取引のやつですよだパンダ仕入れてってことかパンダ仕入れてまだこれはまだ捕まってねこれはやり込んだな実はナックルだから悪い顔選手権にちょっと新しいカテゴリーができちゃったっていうかねもうまだ捕まってないパターンがああそう ね捕まってないパターンねそう白黒になってるし悪いなこれほんとサウナによく置いてあるあのシワシワになってる雑誌に出てそうだもん白黒のいやでも今日ほんとにマッサンいてもらってよかったですねえ本当ですかああいやもうオラじゃもう処理できないはいストップはいストップこれはほんとにそう思いましたほんとはいいてよかったはい俺大丈夫かなと思ったんだけどありがとうございますいやもうねなんか悪い顔確かに悪い顔してりゃいいと思ってたから、うん、あでも俺もやりすぎてんだけど、ね、やりすぎてんだよまあまあまあやりすぎてたねそう、うん、難しいんだよね難しいねさじ加減がそうもともとがちょっとそういう系列な顔が風貌がね、うん、風貌が2人でちっちゃい色眼鏡してるから、ね、確かにちょっと怖い系だからさ確かにそうなのよそうだねだからまあで僕らにできる悪い顔選手権はこれが精一杯ですよねやっぱり精一杯だねで逆があったらハマるのかな。いい人総選手権。ああなるほど。やっぱチョコプラさん企画力がすごい。すごい。好きだわ。ねえちゃん。まあでもまっちゃんにはねいろいろフォローしていただいて、うん、一箇所だけちょっとあの弁解したかったっていうだけで。あの5分の。そうですね。5分前に入る。毎回こっち。
5分前に来てるのかっていう。あ、まだ嘘でもない。確かに嘘でもないんだよ。なかったかもね。うん。というわけで、でもまあありがたかったですね。いやいや。悪い顔選手権にこう名指しで、あ、そうね。呼んでいただいて、うん、言っていただいて、ぜひなんかまた企画があったらね。ね、呼んでいただけたら参加させてもらいたい。はい。あの20周年の記念の、クイズの方、まっちゃんのチャンネルの方でもやって、うん、はい、ぜひそちらもご覧くださいということで、お願いします。笑い顔選手権振り返ってみた with まっちゃんでした。イエーイ。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。